足つかそう。ミネフジコっぽい？これいいやん。月々いくらからできる？めっちゃいいやん。でも可愛いな。またがったら29万5000円。そうっす。またがったら29万。どういうこと？またがり2万。1またがりが5万。1またがり、え？1またがりの値段。でもそれやったら、なんかこっちの方が可愛かったかも。あっちのこっちやったら。これめっちゃ可愛いけど。こっちの方が可愛い。これめっちゃ可愛い。めっちゃ軽いし、ね。可愛いな。あ、なんぼって書いてある。インディアン。インディアンってどうなんですか。まあ、コーナー高いやつ。そこで買ったらもう一つコーナーできるまで。この流れ全部オンエアされて美味しいね。契約まで行ったらもう美味しいで、美味しいね。買うんやったら今やで。あの、半個ないからダメです。あ、今母音でない。母音でないじゃん。母音で言っときなよ。言っときなよ、姉さん。うん、うちも今日のこのまま乗って帰ろうかな。いいやん。いいやん。いいやん。荷物はちゃんと今から運んでくれる。箱の箱も。もっと？もっと？動き出すか？これだったらね、男気。特別企画、クーリング。結構怖いな。今買うって言ったら、もうすごい値引きしてくれるんじゃん。何本？ほんまに？10万は下がるな。そんな下がる？10万下がったら、いい気がする。全然。19万でしょ。いつ買うの。今でしょ。いや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 。19万やったら買いますよ。おお、やった。買ってるとこ見たい。買ってるとこ見たい。19万やったら買うって言ってるんですけど。ほんなら何度にしてきましょうか。契約書から参加と。ええやないですか。いや欲しいんでしょ。せやの。ゃでもしかもなんかさ、こうみんなにこう押されれば押されるほどなんか愛着みたいなもんだ。名前だってもう一回またがってきた。なんかそう、あ、もしかしてこの出会い、運命、この子かな。一番最初に出迎えてくれてあれ、これって、あ、いいなって言ってた人いたよね。その人は返事待ちになってるからやばいよ。なんですか、その、なんかそれで明日来るつもりだ。いや、絶対そんな情報持ってない。いや、でも言うてました。言ってない。いやいや、めっちゃ取られてる。何ですかこの買う体でもう取ってる分って。すげえ、もうテープこんだけ回してんから頼むな。じゃあさっきのライドルチャンネルこっちも思うの。ほんまや、これライドルチャンネルにしよう。これ言っとけ、もうライドル言っとけ。これライドルチャンネルじゃなくて、ほんまのオンエアやったら買う。いいよ。いや、嘘、ごめんなさい。そんな決断ができる。すぐできちゃうよ。私も見たい、そういうの。いいよって言っちゃう。いいよ。おいしいよ。みーね。19やったら買います、19やったら。19やったら買います。10万頑張って値下げしてください。10万は、もう下がっちゃうよ、多分。ほんまに？ほんまに？10万ぐらい下がる？そういうコーナーにしようとか。値下げコーナー。もうでもこのコーナー次また行ったらまた値引きしたらまた買わないです。うち何台買わなくて。次フジオでしょ。フジオ。じゃあルパン次は。ルパン次元。次はルパン。そう。全員増やそうか。俺ミネがこれに乗ってロケ来たら結構感動するわ。うん、感動する。わあ。キャーってなる。買ったんです。ほんまに買われたら。
まあ、でも今デュークがええかな、買うんやったらな。ありますここに。あそこに1台だけあったよ。どこですか、ちょっと見に行きましょうよ。こういうの多分乗りやすい。え、でも見た目は全然さっきの方がいいな。なんならあれでいいんちゃう。あれでいいんちゃう、あれでいいんちゃう、あれがいいんちゃう、あれでいいんちゃう、あれがいいんちゃう。ちょっとゆっくり慎重に考えさせてください。かわいい、かわいい、かわいい、ちょっと待ってください。いや、あれ乗りやすい、ちっちゃいし、軽いし、地上とかできないんちゃう。足つきめっちゃ良かったよ、うん、足つき、うん、アメリカンとかの方が、うん、めっちゃいい。俺ら全員乗ってるもん、あれ乗ってる、あの、俺ら全員乗った、そういうロケで、ね、ロケで、ね、あ、そうなんですか。この間、しかも信州で、長野、長野で。じゃあこれ買った時のコメントも取る。なんでこれにしたの。そうですね、なんかもうちょっと俺話してくれ、オッケー、やっといてな。はじめはそんなに意識してなかったんですけど、なんか気づいたら心の中にいたっていうか、あ、やっぱこの子かなと思ってこの子に決めちゃいました。サラ、サラちゃん、英語でサラ、女の子。でも他もっといいバイクあるかもしれないから見たら教えてくださいよ。いやいや、何モードバイク選ぼう。形的に。スーパータニングですからね。でもスーパータニング。これはたぶん女子さんのバイクも自動的に買わなあかん。キノピーのもっと高いなんか買いましょう。キノピーも買わない。ロゴまで。キノピーダブル。ダブルもあったよ。ダブルありました。いや欲しいよ。ほんまのこと言うと欲しいですよ、そら。もちろんね。普通にこういうのとかが好きなんですよ。可愛いよね。さあ、まあ、うんうんうん、見た感じだね。ダブルシリーズ来た。可愛いよな。うちもさ、キノピーダブル好きって言ってんで、調べてみて、あ、可愛いなって思った。これいいんじゃない？キノピー。これは？え？これは？ちょっと待って。あ、見て見て、車体も軽く、押しやすく、楽々、女性にもおすすめやって。キノピー、女性にもおすすめ。一回またいだら。ちょっと、違うみたいなことあるからさ。ちょっと交換して、警戒してんの、警戒してんの。でも見た目は、めっちゃあれが良かったけど、ね、いっぱいあるから、もっと慎重、慎重に慎重にね。勢いやで、バイクは。ほんまに。でもね、あれやったらちょっと、え、250でしょ。もうちょっと車検とかないから、うん、ちょっとバイクライフが待ってるの、あれ分かったら、うん、すぐ乗れるって今日からでも。今日は無理やろうけど。あ、じゃあねえ、いいやん、登録するだけ。もう中古自転車買う乗り、そうそうそう、防犯登録変えちゃう乗りでいけるんですか。お母さんびっくりしますよ。帰ってきたらバイク買ってんって言ったら、お母さん佐々木さんびっくりするのか。佐々木さんもえーってなりますよ。ロケやるで、はい、ほんまのロケやるで、はい、もうまたちょっと心動きましたね。そう、ロケやからしゃあない、しゃあないですもん。ちょっと仕事優先で。キノピー何買う。ダブル、あ、ダブル、もう触った。いや、でも指3本です。